はい、今日の感想なんですけれども、今日は新宿の翼の塔と、あとは古い政党から国民を守る党の合同演説会に行ってから、こちら蒲田駅にやって政治活動に行きました。今日は今までで一番多いんじゃないかなってくらい人は来ております。ちょっと帰ったりした人はいるんですけど、合計でおそらく10人くらいは来ていたんだと思います。チラシは正直あんまりちらほらしか配れないんですけれども、地道に活動していきたいと思いますので、よろしくお願いします。コロナウイルスゼロに頑張っていきます。例えば衆議院も出るんですよね。衆院議員も出る予定でございます。大田区、大田区かどうかは分かんないんですけど、それは党首にちょっとお任せして、党首一人でちょっとやっていこうと思っております。ありがとうございます。コロナウイルスゼロ、コロナウイルスゼロ目指